海道教育大学の高瀬と吹奏楽団です。今日は1日の活動の流れを皆さんにご紹介したいと思います。まずこちらがいつもミーティングや合奏を行っている高専会館3階の大ホールです。はじめにミーティングを行います。ミーティングが終わったら個人パート練習に入ります。大ホールではいつもパーカッションの皆さんが練習を行っています。パート練習の時間では各パートの部屋に分かれて練習を行っています。これからいくつかのパートを覗いていこうと思います。あ、LINE にすれ違いました。1年生に向けて何か一言お願いします。新しいカフェ待ってます。よーいと、じゃあ覗いていこうと思います。こちらの部屋ではフルートオーボエパートが練習を行っています。少し覗いてみたいと思います。平日は月曜日、水曜日、木
曜日の17時から20時半まで、土曜日は朝9時から12時半まで、長崎市内の公正ライターという条例活動を行います。演奏会前や番組シーズンは土曜日の練習が15時までになっています。日曜日や休日に練習が入ることもあります。地域のいろいろな方と触れ合うことができるという魅力があります。次に活動人数について紹介します。現在は4年生13名、3年生15名、2年生16名、1年生17名、養護教諭特別センター2名の総勢63名で活動しています。もちろんそれぞれ専攻やグループは学びますが、先輩方は楽しく活動しています。またアルバイトをしたいように年間や年末の効率はできるのという不安を持つ方もいるかもしれませんが、